空っぽになっちゃいました。あの、いつの間にか寝ちゃってて起きました。復活したんで、あのまた飲み直したいと思います。ヨシさんバリバリ起きてるんで、はい、アラシンさんも起きてます。DJ 岩友さんも起きてるんですけども、はい、寝る練習をして部群幕の中であのなんかやってます。杉チョンネルさんは寝ちゃいました。はい、これから男気わさびクラッカーやりたいと思います。作った人一番分かってるから。そうですそうですねそうですね。じゃあじゃんけんしよう。はい、 OK。 これからモリコンお手製ロシアンクラッカー夜のビッグイベント、はい、こちらをやっていきたいと思います。今夜に乾杯。ナイス。いいなこれ。パーン。これ炭酸水入れます。あ、大丈夫だよ。あ、そうか、男気じゃんけんですね。そうです。男気じゃんけん、じゃんけんぽい。男気じゃんけん、じゃんけんぽい。よっしゃー。男気じゃんけん、じゃんけんぽい。イエーイ。どうぞ。いいな、ちょっと。安全なやつじゃないですか、その3分。安牌。安全なやつじゃないですか。安牌じゃないですか。そこは、辛いの食べて欲しかった。リアクション見て。はい、男気じゃんけん。この時間の辛いのはきついよ。男気じゃんけん、じゃんけんぽい。男気じゃんけん、じゃんけんぽい。これ、モリコンに勝たしてダメだ。男気じゃんけん、じゃんけんぽい。でも俺多分これ触んないと分かんない。分かんない。あ、ほんと？クラッカーがピンポイントで入ってないやつはずれるから。あ、そっかそっか。ピンポイントでいったら、もしかしたらこれ入ってくる。こう、いや、もうずれてます。男気じゃんけん、じゃんけんぽい。よし、はいはいはい。でもいい始まり。なんかずれた。これ俺ちょっと待ってください。俺これやっぱり自分で仕込んだから自分で食いたいじゃないですか。うん、でも見えねえし、わかんねえよこれ。もらっていいっすか？あ、もらっていいっすか？辛いの？わかんの？食うためにやっぱり作ってきたから。いや、でもそれはさ、それは男気じゃん。だから勝ちてえじゃん俺やっぱり。やっぱり、男気で、男気の目的というか、うん、そのゲームの趣旨はわかる。辛いのが食べたい。やっぱり食べたいですか？そう。あ、じゃあいい。俺、これを取った自分を締めてそんなこと言われたらさ男気ならぬ男気なんだよ。やっぱりそこは食いてえっす。もうやったーなんつって取っちゃった。文句出していこう。なるほどね。こういうのやったことないからさ。男気だからむしろ食べたいっす。はい、男気じゃんけん、じゃんけんぽい。わあ、羨ましいなあ。やばい。じゃあ俺こっち向いてますよ。いや、でも俺くっついてるよ。俺もくっついてますよ。もうくっついてる。俺もくっついてますよ。ガンとしてどかないこれ。じゃあせーの、せーの。辛いのがいいな。いや、俺も入っててほしい。ちょっといいんじゃないですか。あ、多分入ってますよ。いいと、いっせーの。ザトウイチだ。ザトウイチになったよ。
辛いね。辛いというか痛いね。食えてよかった。生きてる。だいぶ楽しみました。まあ寝そうになったり寝たり起きたり飲んだりで、その繰り返しで、もう11時40分ですね。初めよりもみんな焚き火に夢中になってます。はい、僕もちょっとね、クマが怖いんで、こうどん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 火をくべて、寝たいと思います。では皆さん、良い夜をお過ごしください。モリコンチャンネルのモリコンでした。はい、おはようございます。はい、朝起きて一発目、やっぱり雨ですね。はい、で、あそこに猿がね、3匹、4匹ぐらい、群がってたんですけど、何かを狙ってますね、我々の。でこれからですね、朝ごはんを、作っていきたいなと思います。釣れました。小型だけど釣れますね。ちょうど釣れました。はい、幼稚園に。やばいの子供です。これね、あれの糞ですね。あ、森のクマさんの、絶対これは糞だと思います。怖いっすね。しかしでも今日会ったのが猿だけでよかったっす。はい、おはようございます。ヨシさんが群馬県のポーランドをね、デビューしますね。モリコンチャンネルさんですね。ザ・ヨシさんです。スイチョンチャンネルさん。朝コーヒーです。いただきます。
めちゃめちゃね、雨降ってて、しかもめちゃめちゃ寒いですね。帰り、やばいよ、これ。寒い。え？いや、みんな寒いでしょ。マジっすか？アラシンさんはいつも暑いんですよ。うわ。でも雨の中、サーフ車でまったりこのコーヒーを飲むのもまたいいですね。はい、モリコンチャンネルのモリコンです。片付けも ある程度済んで、あとはね、DD タープだけになってきました。今回源流ということで、ローカルのみんなと漁師さんを含めて本当に楽しい野営ができました。はい、で最後にね、漁師さんも釣りの方も、できて2匹出たんでね、よかった。今度川の恵みを今度先生のおかげですということで、皆さん、ご視聴ありがとうございました。このチャンネルをまた会いましょう。